こんにちは、 YouTube 以降の松原です。今日はね、ちょっと告知があります。実は4月1日と2日の日にですね、セミナーを初めて実施しようと思っています。セミナーの内容っていうのは、どんな予備校に行ったとしても成功する方法というのをね、お伝えしたいと思っています。今ね、かなり予備校も広告をガンガン出している時期なんで、早くね、決めて勉強したいって焦っている人も非常に多いと思うんですが、焦ってもいいことは何もないです。今ね、予備校に行こうか迷っている人はですね、その4月1日あるいは2日の僕たちのセミナーに来ていただいて、しっかりね、正しい目をそこで養っていただきたいと思っています。実際の指導と広告ではね、かなり開きがありますし、予備校に行かなくても成功する方法というのを知っておいた上で予備校に行けば、なおね、確実に成績は上げられるんじゃないかなと思っています。で、4月1日は、土曜日ですね。これは昼間にですね、東京の方で実施したいと思っていますし、あと大阪でね、2日の日実施します。ぜひね、興味があるという方は一度ね、説明欄の方にあるフォームから、ぜひね、登録いただけたらと思います。詳しい場所とか時間帯についてお知らせしたいと思っています。で、基本的には参加費はいただかないと思ってますし、むしろ来ていただいた方全員に僕の著書9割かかる勉強法をプレゼントしたいと思っています。で、さらにその日ですね、あるすごい方をね、一緒に引き連れてそのセミナーに挑もうと思っています。めちゃめちゃすごい人ですね。はい、ご想像にお任せします。はい、とにかくね、今予備校に行こうか迷っている方、通信添削やろうとしている方、独学で勉強しようとしている方、そのすべての人にとってこのセミナーは本当にね、有益な内容になると思います。このセミナーを受けた後にどの手段を選ぶか選んでもね、全く遅くはありません。逆に今ね、請求にこうすぐに決めなきゃと思って焦って決めちゃうと、なかなか厳しいと思いますね。その今選ぶ手段で1年後の結果が決まるわけですよ。吟味に吟味を重ねた方がいい。どの予備校もうちが一番ってみんな言うんですよ。僕だって言いますよ。僕は基本的にも個人的にあまりね、教えてないんですけども、僕がもし教えてるならば俺が一番受からせられるって言いますが、ただその客観的に物事を見る目っていうのを養っていただいたらですね、あなた自身も自分にとってこの指導法が一番いいというふうにね、こう見定める目っていうのがね、養われますから、ぜひそれをこのセミナーでゲットしてみてください。で、当日のセミナーの内容を知りたい方で、かつちょっとね、東京と大阪だったらいけないという方であれば、音声かあるいは映像でですね、そのセミナーの内容を、データでお渡ししたいと思いますし、もしかしたら今 YouTube で上げるかもしれませんが、ぜひね、その内容はみんなに知っていただきたいと思ってますので、公開していきたいなというふうに思ってます。はい、今日はね、簡単な告知で、以上となります。ご視聴いただき誠にありがとうございます。